こんにちは、PZP です。下野市にある居酒屋原点さんがランチを始めたというので行ってみたいと思います。ランチ営業中。昔はランチやってなかったんですけど、やってるみたいですね。それでは行ってみます。一人なんですけど、いいですか？大丈夫ですよ、はい。じゃあ、お口そのままに食べるのでありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。海鮮丼にしようかな。波で。ありがとうございます。はい、すいません、失礼します。すいません。海鮮丼並ですね。はい、すみません。イタロさんのホタルイカも入れてありますんで、はい、お醤油はあの塩のしずくお使いくださいね。ランチっていつから始まってたんです？ランチは、3ヶ月ぐらい前ですかね。ああ、そうだったんだ。緊急事態宣言の前ですかね。12月ぐらい。気がつかなかったです。ひっそりと何 SNS にも発信せず、そうですね、まあ、口コミと外の看板だけでやってたんですけど、ここ最近ですけど、チラシに載せたりとかっていうのは、あ、そうなんだ、はい、ずっとひっそりと、まあ、ちょっと人の人員のやつも何ですか、少なかったのもあって、うん、ちょっと回せなくてっていうのもあったんですけど、ようやくちょっと体制が整ったので、うん、そうですね、今ようやく。それではランチいただいてみます。ごちそうさまでした。
はい、ごちそうさまでした。はい、原点本店さんでランチをいただいてきました。お店の作りがね、なかなか立派ですごい凝っていて敷居が高いお店かなと思ったんですけど、意外に安くてリーズナブルで親切で美味しくって盲点でしたね。この店いいですね。また機会があったら来たいと思います。で、相棒はどこにいるかっていうと、じゃじゃん、駐車場の端で待っていました。はい、お待たせお待たせ。暇だったか、暇だった、雨に降られなかったか、大丈夫か、よしよし、グッバイ。はいはい、それでは皆さんまた。